エースケップエーテック。VA テボバリー夫人。フローベール作。作品のアウトライン。凡庸な医学生シャルル・ボバリーは、神医師の試験にかろうじて合格すると、ノルマンディー地方ルアン近郊の小村トストに強化前、年上で干からびた未亡人と結婚して開業する。 豊かな農場主ルオを往診した際、その娘エンマを見て恋情を覚え、妻の死後、彼はエンマと結婚する。修道院で暮らしていた頃から、貴族の華やかな生活に憧れ、魅惑的な結婚生活を無双していたロマンチックな女性エンマは、現実の結婚生活の単調さ、夫の平凡さに不満を抱く、 たまたま招待された貴族の館のパーティーで、無双していたような豪奢な生活に触れてからは、自己の生活に対する見解は日増しに募り、彼女はうつうつとした日々を送る。妻のそんな状態を見て、シャルルは天地療法を考え、二人はヨンビルラグエに引っ越しをする。ヨンビルも、 俗物の門下のような薬剤師を名に代表される愚劣に満ちか村だが、エンマは、ここで交渉人の初期レオンと互いに淡い恋心を抱く。しかし、どちらも連情を打ち明けないうちに、レオンは、勉強のためパリに去ってしまう。再び孤独となったエンマの前に、色ごと白ドルフが現れ、巧妙な、口説きで彼女を征服する。 次第に積極的となったエンマは駆け落ちを迫る。そうしたエンマを恐れ、すでに秋も来ていたロドルフは彼女を捨てる。絶望したエンマは病気になる。ようやく回復した頃に、ルアンの劇場で彼女は、パリ帰りのレオンと再会し、二人の間に忘れていた恋心が再び燃え上がる。だが、 常に満たされぬ感情に身を焼かれて、彼女は堕落した快楽に身を委ねてゆく。やがて、経済的側面から破局が訪れる。ジョージや様々な気まぐれに継ぎ込むために借金を重ねていたエンマは破産を宣告される。なあ、助けてくれるものはなく、彼女は絶望してヒソを飲む。残されたシャルルは、 死法のようになって死に、おめえ一人が、名誉の勲章をもらうことになる。彼女は自分を取り囲む、常に変わらぬ退屈な田舎、愚劣なプチブル、単調な日常生活、そして、とりわけ、歩道のように平凡な考えしか持たぬ愚直な夫といった非償な現実を剣護し、ある土地以外では、 育たぬ植物があるように、地上のどこかには幸福を生み出す場所があると思い込んで、そこに行くことを願い、ひたすら無双にふける女性である。エンマのこのような性格をジュールド・ゴーキエはボバリスムと名付けて一般化した。エンマの生涯は、自分が今現にいる場所から時間的、空間的に離れた無双の世界を、 この手で触れて確かめられる現実とかそうと試みて、失敗する過程の連続であるが、どの場合でも、例えばロドルフのように、安っぽくそこの浅い男を、素晴らしい男性と思い込むことからも明らかなように、彼女の無双の対象は、好きなみで滑稽だし、行為そのものも単に平凡な常時に過ぎない。その限りにおいて、エンマは、 おめえに代表される他の登場人物たちと同様、文切り中に支配された愚劣な存在として、作者の断罪の対象となっている。だが、それと同時に、ボバリー夫人は私だと、いうフローベール自身の言葉に象徴的に示されているように、強焦で非属なブルジョアジーの支配する世界に対する絶望の深さと、 傷つきやすい鋭敏な感じ性の点で、エンマはフローベールの分身であり、フランス文学の中にあって独自の個性として喫立している。